はい、どうもヒロでーす。今日もアンザさんをゲストにお招きして Vlog をお届けします。アンザさんでーす。どうも。もうレギュラー化、そうですね、レギュラー化してます。私ありがとうございます。いつも本当にね、いやー、大体同じ場所じゃないかって皆さん多分思ってると思うんですけど、まあ、場所がね、ここはいいんですよ。とってもね、私とね、ヒロさんのお気に入りのカフェでですね、個室なんですよね、一応ね、半個室みたいになっててね。本当にもう、おあつらい向きの動画に適した、はい、場所なんです。ということでね、はい、いよいよね、もうしばらく前ですけど、緊急事態宣言が解除されて、うん、ようやくね、ライブハウスの規制も緩和されて、まだちょっとそのお客さんの間隔空けて、うん、あとステージに、スペース間隔取れない場合は、ステージにね、透明のシールド膜を貼ったりとか、うん、そういう措置は必要ですけど、一応ライブしてもいいっていう風になりましたね。なったんですけど、私と物申したいことがあるんですよ。はい。まあ、確かにね、ソーシャルディスタンスを保つということで、お客さんの人数の宣言、制限ね、は分かります。で、まあ、客席とステージの間に透明のカーテンみたいなのをつけなきゃいけないのも、まあ、なんとなく分かるんですけど、メンバーね、バンド側のバンドメンバーがマスク装着で、これ一番許せない。マスクしてやる。なんですかあれ、ボーカルのものフェイスガード、はい、そうですね。あんなすぐ1個で吹っ飛びますよ、はい、私たちなんか。申し訳ないけど、歌う人はこういうね、ガードをつけてもらう。いやいや、私やりませんよ。あんな頭がスポッと取れますよ。いやいやいや、そこはお願いします。いやいや、それをつけなければいけないようでは、私はライブはしません。叫ばれると、出たから、やっぱり飛沫が飛んじゃう。あるじゃないですか、カーテンつけてんだからいいじゃないですか。だからアンザさん、こういうの嫌です。嫌です。あれは無理です。なんかロボコップみたいなやつつけてください。絶対無理。あんなものをつけて歌えるわけないだろうって誰が決めたんだって話です。なんかダフトパンクみたいなやつかぶってるわけ。いや、だからカーテンをつけるんだから意味ないでしょっていうことを言ってるんです。この NASA みたいなやつでもいいんですよ、こういう宇宙服みたいなやつ。あんなものつけてね、ライブなんかやれませんよ。ほんとね、どこぞのね、お偉いさんが決めたんでしょうけどね。あれめっちゃツッコミどころ満載だよ、ね。だって何も知らないんだと思いますよ、あのライブ。めっちゃダサいだろ、これ。ちゅうかさ、こうやってやってさ、マイクどうすんのって話だよね。こうしろってことって話だよ。そうじゃないよって。何も分かってない。シールドの前にマイクあっても拾わないから、ね。そう、バカなのかって。あれ、ほんとね、皆さんね、結構皆さん突っ込んでましたけど、いや、バカでしょ。決めた人がやっぱ分かってないですかね。いや、決めたらなんて、どうせ偉そうにしてるクソジジイでしょ、本当に。何にも分かってないっていうね。まあまあね。まあでもいいんですよ。私はつけません。それをやらなきゃライブができないようでやったらライブはしませんよ。まあ確かにな。だって表現力が必要なバンドなのに、あんなのつけたらお笑いじゃないですか。いや、お笑い芸人はいいですよ。あれネタになるから面白いと思いますよ。でも、バンドマンがあんなの、ちょっとおかしいですよ。マスクも嫌だもんね、普通のマスクもね。歌うんだったら。窒息死しますから、本当。だから、ちょっとよくよくちゃんとね、状況を考えて物事を決めていただきたいし、だったらね、もうそれよりね、最近やっぱりこう解除されて電車も結構満員電車多くなりましたしね。そうだね。で、普通にやっぱスーパーとかホームセンターとか普通に人いっぱいいますから、そのライブハウスでたまたまそのクラスターが出たみたいなこと言ってますけど、別にライブハウスで生まれたわけではなくて、もともと持ってた人がライブハウスに来てっていう形であってたのにもかかわらず、なんかもこう
名指しでライブハウスライブハウスって言っててそれ以降出てないんですから、うん、なんかもっと今じゃんほらホストクラブとかいろいろいろなところでまだまだなんか最近上がりましたねまたね感染者がね。でもあのあれですよ、あのライブハウスばっかりがなんかその悪者ターゲットになってるのはちょっと私個人的にはちゃうやろと。でライブハウスはすごい今あの個人でね自分たちの、 あの存続のためにすごいいろんな細かいあのことまで自分たちで頑張ってやってるんですよ。でそれに比べてやってないところとかも、うん、とかも結構、まあ、やってないわけじゃないんでしょうけど、うん、結構まあちょっと手を抜いてるところって泣きにしもあらずなんですよ。なんで、あのちゃんとライブハウス頑張って守ってるライブハウスの現状をちょっと見ていただいて判断していただきたいなと、うん、私は個人的には思うんですけどね。そうですね、はい、なんであのもうちょっとして状況が見えてきたら我々もねあのもう我々にすごくあのヘッドプレジデントにもよくしてくださってるライブハウスもいくつもやっぱりあるんであの恩返しじゃないですけれども、うん、やっぱりこうまたライブハウスでねあの大きい音でねあの皆様とね、まあ、人数制限は多分ありますよ。でもあのなかなかもともとほら地方に住んでる人たちなんかはやっぱりあのなかなかライブに来れないっていうのは多いじゃないですか、うん、東京のライブだと、うん、なんでこれからの時代は多分おそらくあの配信も含めたライブのステージになるんじゃないかと私思っておりますので、まあ、あの近々また、はい、あのライブの発表ができるようになりましたら、うん、なんかそこもねちゃんと考えながらやりたいなと思っております。